こんばんは、10歳男です。交友関係が広いイメージの松浦会長ですが、若い時など人と接する時に気をつけていることや、どういうふうにして人脈を広げたかなどについてご教示いただきたいです。僕ね、あんまりね、交友関係広くないですよ。ただ、交友関係がものすごい広い人が周りにたくさんいましたね。だから自分自身はどちらかというとそんなに広いというよりも、割と狭くではないけど深く入り込んでいくタイプで、だから気をつけていたことね、すごい気を使っていたよ、人に対して。気を使うっていうのは、だからこれもよく言うんだけどさ、気を使ってるように相手に思わせちゃダメなんですよ。気を使ってますっつって、よいしょしてますっていう人が来たら嫌でしょ。全然気を使ってないように見せておきながら実は気を使ってるっていう。あとさ、自分が偉くなっても周りがどういうふうになってるか見渡さないとダメだよね。いや、それは俺だって今さ忘れちゃってることもいっぱいあると思うけど、でも常に周りが楽しいか楽しくないかっていうのをいつも見てたよ、じーっと。で、自分が一番最初に酔っ払っちゃうとさ、分かんなくなっちゃうんだけど、だから、とにかく自分が一番上だったから、いつも自分が喜んでたり楽しんでたりしないと周りも楽しまないよね。温度って、そこの温度まで上がってこないから、みんなが。だから自分ははっちゃけてたけど、でもどっかで冷静な自分が周りを見ていたよ。だから、どうだろう、若い時だと目上の人とかが多くなるのかな。その目上の人たちにどう思われるかっていうか、僕どっちかというとぶっちゃら、何て言うの、さらしっぱ なんだ、ぶっちゃけ全部そのまんまの人だから、あんまり隠さないで全部喋ってたり、言いたいこと言ってて、でそれが気に入られたりもしていたから。でもそれって結構相手を選ぶんで、間違えてね、そういうのはね、ダメな人にやっちゃうとそれはダメなわけで、そこのところを見抜く力はやっぱり若いうちに、相手の人はね、どういうことを好むか、それ人によって違うわけだからさ、そこを見抜く力っていうのはやっぱつけなきゃいけないし、やっぱすごい気にしいだったかな。そんな感じかな。だから今でもそれは変わってないです、あんまり。こんなぶっちゃけて好き勝手やってるように見えるけど、結構気にしてますよ、いろいろ。これでもね。すいません、ミユさんか。こんな感じでいいでしょうか。